さいたま市の私立学校に通う児童や生徒ら48人が新型コロナウイルスへの感染への不安から学校が再開された後も登校していないことが分かりました。さいたま市教育委員会によりますと、私立学校が再開された6月15日以降、先月末まで一度も登校していない児童や生徒らは小中学校や高校などで48人いて、そのうち34人が小学生でした。感染が不安や本人や家族に風邪のような症状があり、他の生徒に感染させないか心配といった理由が挙げられています。教育委員会は学習と心のケアをしっかりやっていきたいとしています。